寒かった。タカさん来てくれてありがとう。一昨日のリクエスト撮影会の写真レタッチしていた。えらい。お家に帰っても作業してて。昨日昼から仕事トラブルで今日夕方までバタバタで大変だった。あら、お疲れ様あこちゃん。今日はバイト行ってた。お疲れ様。お仕事えらい。夜勤中。今夜勤中なの。大丈夫、配信見てて嬉しいけど嬉しいけどめっちゃ。今日中に終えておかないとね、明日も撮影会です。ルンルンルン、楽しみだね明日。今日は制服で撮影会して、撮影会じゃない、ライブしました。あのね、うちね、あのアイドルやってるんですけど、メンバーが5人いて、でね、4人ともみんな制服、セーラー服だったので、私だけあのベストの制服を着てて、ちょっとこう転校生みたいで恥ずかしかった。みんなセーラーなら言ってよと思って、私だけベストの制服着てました今日のライブ行きたかった。あー、行けなかったんだ、悲しい。なんかあったの、なんかあったの。日本シリーズ見てます。日本シリーズってなんだろう。キセさん来てくれてありがとう制服ライブ見たかった、可愛かったんだろうな、見たかった。現役いけるそう、だから今日制服だからね、ツインテール。やっぱ制服といえばツインテールのイメージなんだよね。今日二つ縛り。山本さんなんだこのアイコン。なんだろうアイコン、土手に北斎さん来てくれてありがとう。次の制服ライブでは制服プロデューサーを呼びましょうね。西永さんが選んでくれる制服ね、全部可愛く着れるの、みんなに合ってる。コナちゃん現役かと思うくらい似合ってたね。え、私は現役じゃなかったってこと。私は北斎さんこんばんは。みんな一緒に揃えなかったの。うん、なんか持ってる制服持ってきてって言われて持ってったら、ベストだった、私だけプロ野球、あ、野球か、野球が好きなんだね。のりさんこんばんは、今日も可愛い。キセさんありがとう。最近ツイッターをフォローしてくれたよね。1週間くらい前だったかな。あ、猫さんだ。あれ、現役 JK 外で、どうもどうも、現役 JK でーすあ、松尾さんだ、やっほー。もちろんゆあちゃんもだよ。だよね、私も現役だよね厳しい。もう5年前だよね、もう高校生。知ってる、宇宙一のアイドルだし、天才的なアイドル様。え、待って、コメント全然追いついてない。ちょっと待って、おつみつば、やっほー松尾さん。え、このさ、リクエストを送信しましたって何なんだろう。あんまいじんない方がいいね、ちょっと怖いよ、インスタライブてかね、 TikTok ね、やっぱ31日までねずっとバンだった悲しいよはしばさん来てくれてありがとうございます。はじめましてかな。明日よろしくね。ありがとう、楽しみ楽しみ、明日会えるの。わかんないけど送ってみた。あ、みんなが送ってるんだこれ。なんか他2名他があなたのライブ動画への参加リクエスト送信しました。あ、コラボ配信ができるんだ、これを押すと。なるほどね、そうなんだ、インスタライブってコラボとかできるんだね。リクエストは承認したらコラボ。ほう。なるほど、なるほど。やっぱみんな詳しいね。全然わかんない。私が苦手とする配信、あ、配信じゃない。SNS 第1位 TikTok、第2位 Instagram だから。Twitter しかわからん。あー、それか。うんうんうん。これ?TikTok もできる。あー、じゃあ TikTok と同じやつだね。リクエスト送信だ。知ってる人に送られる。そうなの?知ってる人にだけ送れるんだ。知らなかった。なんか前に他のアイドルさんの拡散ツイート。うん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 。TikTok ライブもコラボできる。TikTok ライブのコラボはなんか見たことある。朝日ちゃんがやってなかったっけ?朝日ちゃんがバトルみたいなのやってて、それでちょっとだけ見たことあった気がする。
ポコちゃんもコラボできたらいいのにね。そしたらリリちゃんと一緒に配信できる。マルさん来てくれてありがとう。メンバーのふりしてリクエストしてきたアカウントとコラボしたら偽物だって。怖い、それは、それ怖い、めっちゃ怖い。そんな、やってたね、やってたね、やってたよね。朝日ちゃん、京平さんかな、はじめまして、来てくれてありがとうございます。山本さんこんばんは。あ、山本に変えてる。あれ、山本じゃなかったよね。 ID わかりやすくしてくれたんだ、ありがとう。誰かボコボコにするの、え、違う。でも何かわかんないんだけど、なんか TikTok はコラボ配信するとなんかバトルみたいなのがあって、でなんかバトルすんの、ギフトのバトルかな、ギフティングの量バトルみたいなのがあって、なんかそれに勝つとイエーイみたいな。ポケモンの家にいいねありがとうございました。え、いえいえ、そう、みんなのねアカウントもね結構見に行っちゃいがちなんだよね私気になっちゃってて、いっぱい見に行っちゃう、みんなのこと。ツイッターとかもみんなのアカウント見に行っちゃう。で、なんか私のことツイートしてると嬉しくなる。やったーって。いっぱいいいねしちゃいます。なんだっけ？なんだっけ？なんか話そうとしたんだ？あ、そうだ。え、のさ、11月からさ、ポコちゃんやるって言ったじゃん。11月の2日からにしようかな、1じゃなくて。本当はね、1からねやりたいんだけど、多分2からの方が良さそうだから2からにする学校の同じ学年に似てる方がいらっしゃる。え、私かもよ私かもよ。一昨日 DVD とハロウィンチェキ届きました、最高でした。おー、そうだよね、山本さんのチェキ私書いたよ、ちゃんと。ありがとう、嬉しい。しかも DVD も買ってくれてたんだ、ありがとうございます。嬉しい。みんなも届いた？ハロウィンチェキ、なんかちょこちょこね届いたよっていう声があって嬉しいです。ハロウィンに間に合ってよかった。もうめっちゃ急いで書いたの。だからね、みんな大事にしてね、宝物にしてね。ハロウィンのチェキ可愛いでしょ、衣装もデザインも。いっぱい時間かけて書きました。オッケーオッケーオッケー。そう、ポコちゃん2日からにします。だからみんなダウンロードしてあれしといて、コイン集め。MK さん来て、あ、間違えた、来てくれてありがとう。見られてる、見てるよ、見てるよ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 。11月1と2実習あるんで、応援しよう。え、実習、私学生の時実習ってやったことないんだよね。頑張って頑張れ。すげえ可愛かったでしょでしょでしょ。チェキの販売もねいっぱいしたいな。12月はクリスマスのチェキ販売したいし、私ねもう一個やりたいことがあって、誕生日までにニャンニャンチェキを売りたいの。なんでかわかる？22歳だから今22歳なの私。だからお誕生日までにニャンニャンチェキを発売したい。昨日届いてたのに仕事トラブルで開封してない。大変、早く開けられますように。あ、竹内姉妹の兄さんだ。え、なんて読めばいい、なんて呼べばいい、なんて呼べばいい。来てくれてありがとう、フォローもしてくれてる。クリスチャットロナウドさん、クリスチャウトロナウドさん、サッカー選手？あ、ジョーカーさんだ、ヤッホー、来てくれてありがとう。保育園と障害者施設を一日回るんだ。え、大変だ、実習とか絶対大変だよね。頑張って。クリスマスチェキ絶対欲しいです。でしょ、サンタさんの格好するよ、私がクリスマスのプレゼント。え、でもね、私あんまりクリスマスって好きじゃないの。なんでかわかる？もうサンタさん来ないから。だって前までは来てたんだよサンタさん、でももう来ないからさ。え、2217じゃないの、あ、そうだ間違えた、あ、そう、17歳です、17歳間違えちゃった
今開封、あら可愛すぎるゆあちゃんあらあら嬉しい、今開封してくれたの嬉しい。サンタ衣装の撮影会とか良さそう。やりたい、やろ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 、サンタさんのちょっと早めにやって、クリスマスに写真載せられるようにしよう。お姉ちゃんによると26歳で、お姉ちゃんは26歳だと思ってる。え、メモちゃん本物、メモちゃんがいる、見て見て、みんな本物かな、嬉しい嬉しい、あー大場メモちゃんが配信来てくれた、みんなこんなことないよ、キャーキャー嬉しい。ゆあたん、メモちゃん、メモちゃん明日、明日一緒みたいです、こさつ嬉しい。私3部で終わっちゃうんですけど、会えるの楽しみです本物だね、本物、本物、大場さんだ。メモちゃん来てくれた、いつもお疲れ様。え、こちらこそ、こちらこそ、メモちゃんもお疲れ様です。明日メモちゃんね、ラスト撮影会なんだって。え、11部だって、すごくない？11部、朝から晩までだよ。明日こさつだね、こさつですよ、嬉しい。メモちゃんと一緒、でもメモちゃん最後なんだ、これで寂しい。最近ね、ご挨拶して、やっと最近いろいろお話ししたりできるようになったんだよ。なのにメモちゃんいなくなっちゃうからめっちゃ寂しい。葉っぱつながり、確かに三つ葉と大葉確かに確かに。明日高橋桃子さんが受付とか、さっきポコじゃできた、え、桃ちゃんなんだ明日、知らなかった、それは、わおわお、豪華だね、豪華だね。まだまだここからたくさん仲良くなるので、え、ぜひぜひ、本当に SPJ のこと忘れないでくださいなんかメモちゃんの写真集欲しいんだよね、実は。ちょっとどう、買おうかずーっと迷ってるラストメモリーちょっと欲しすぎて、だから事務所で見れたりしないかなとか思っていたところ、メモちゃんに配信見つかってしまった事務所に届かず、ほんとやったやったやった、見ちゃおう、みんなごめんね、ズルで同じ事務所特権です。え、本当に見たいんだよね、これから届くよ、やった、楽しみ、見るの。豆腐さん来てくれてありがとうございます。ナッツって書いてある、ナッツさんだ。私も買おうかなってね、メモちゃんはラストメモリー、やっぱさ、写真集、紙媒体で写真集出せるのってすごいよね。富田さんだ、やっほー、たくさん見てね、もちろんたくさん見ます、嬉しい。だからみんなもぜひラストメモリー見て見て見て、まだ私も見てないけど、私も写真集出せるようになりたいな、いつかね。そしたらみんなにも見てほしい、やっぱ紙で見るってまた違った気持ちになるよね、きっと。明日に備えてマッサージ行ってくる、いってらっしゃい、メモちゃんありがとう、来てくれてめっちゃ嬉しかった。明日よろしくお願いします。嬉しい、かわいい、コメントだけでもかわいいのがわかるこれ来た人にみんなウェーブっていうやつを送信してるんだけど、合ってるんだよね。寝る前に DVD 見まくるわ、恥ずかしいんだけど恥ずかしい。あ、猫さんもありがとうございました、偉い。明日猫さんも会えるね、メモちゃんに。DVD もね、よろしくお願いします。今回の DVD はあれなんですよ、家庭教師の私がみんなにっていうか、お勉強を教えるっていう、 でも好きになっちゃうの、生徒が私を、生徒くんが私を好きになっちゃうので、一緒にデートに行ったりするんだけど、
あれなんだよね確か。え、高校生だったんだよな確か。高校生で大学受験するみたいなお話で、でじゃあ大学になんか受かったらねみたいなことを言って、ちょっとなんか意地悪するの私が。で結局付き合えるのかどうかっていうところまでぜひ見てください皆さん。ストーリーになってるのはね、ちゃんと名前がひらがな2文字っていうのも共通点、確かに共通点いっぱい。見たら頭良くなりますか。いやちょっとごめん、それはちょっと保証できないかも俺もこの配信が終わったらまた見る。見て見て見て、公私混同じゃないですか。あら確かに。お仕事にき、あれですか、あの自分の気持ちを持ち込んじゃダメでもそういう感じのストーリーになっていますよ今回は。なんか最後ね、ちゃんと、ね、付き合ってくれるのか、岩先生はちゃんと付き合ってくれるのかどうかっていうところまでね、もしよかったら見てください恥ずかしいね恥ずかしいね、ちょっとだけ。でもね、今年は2本 DVD をね出させてもらいました。本当ありがとう、これみんなのおかげですよ本当に。みんなのおかげでね、サードまでもう決まってて、サードは来年出る感じなので楽しみにしててください。ファーストは彼氏と沖縄デート、セカンドは生徒と沖縄デート、沖縄デート沖縄お勉強会、サードは長野で山登りという感じです。ママに訴えられるシチュエーションだ。え、そうだよ、ママにバレたら怒られるよね。またレビュー書くね、お願いします。皆さんレビューもねお願いします。ぜひ DMM とか Amazon とかね、買ったところでレビュー書いてくれたら、きっと大人の方も、あとはね気になってる方もいろんな人が見てくれて、次新しい人が買ってくれるかもしれないから、もしよかったらレビューお願いします。好調好調ね、好調です。いやほんとよかった、ほんとにありがとう。やっぱファースト出してね、ちょっと空いちゃったりとかする方もいっぱいいるから、そんな中ねセカンドとポンポンって出せて、サードもポンポンポンって出せたのはほんとすごいことだと思う。ギアサードは来年か、そうギアサードは来年ですなんかね DVD ってね、ちょっと期間を空けないといけなくて、やっぱメーカーさんそれぞれねあれがあるから期間を空けないといけないんだけど、だからねちょっと空いちゃうけど来年やります。あ、天野さん、天野秀樹さん来てくれてありがとう。遭難、山で遭難するかどうかは楽しみにしててくださいグラビアの DVD って買ってもほとんど見たことないわ。ちょっと恥ずかしいよね、私もね。やっぱ自分のチェックも恥ずかしいし、みんなに見られてるんだって思うのも恥ずかしい。だから恥ずかしい本当に恥ずかしい。なんか感想言われるのすごい嬉しいんだけど、なんか DVD 見たよって言われるとってなっちゃう見たのって恥ずかしい、いやでも嬉しいんだけどみたいな、恥ずかしいってなっちゃう。山登りで水着あるんですか。あるんです、楽しみにしてて。 DMM レビューしたいと、ありがとうございます。後で見に行くね。1回目はあまりにも可愛すぎて直視できなかったから心を落ち着かせて2回目を見る出れる嬉しい、直視してください、直視。2回目はサードも楽しみ、ありがとう楽しみにしてて。 DVD3 ヶ月に1枚のペースで出せてる。うん出せてる、みんなのおかげ。そう3ヶ月開けなきゃいけないので、7月にファースト出して、7、8、9、10月に2本目出して、11、12、でもね次はね、ちょっとメーカーさんのあれで1月ではないんだけど、でも年明けてすぐに出します。楽しみにしててね。リリーベってほろ酔い状態でいたらできんだね、できんだねいやあのバレなければ大丈夫だと思うけどね、でも忘れちゃうかもしれないからね、あのシラフで来てください。来年かな、来年です。水着で山登りとか蜂に刺されますわよ。でも虫はねあんまりいなかったかな、季節的な問題かな。イベントの参加券のために買うのがほとんど。ああなるほどね。え、じゃあジョーカーさん来てよ。そう12月の16日にねセカンド DVD のリリースイベントがソフマップさんでありますので、もしよかったら遊びに来てください。今回のリリーベも多分
があると思います。恥ずかしいあると思います。これがなのでよかったら来てください。接触チャンス私もみんなに触れるのはリリーベくらいしかないし、みんなも私に触れられるのはリリーベくらいしかない。リリーベの時の数時間だけは触って解けないっていう、触っても解けないっていう魔法が解けるので、うん、だから楽しみにしててね。とてもいいペースで DVD 出せてるね。本当にそう、みんなのおかげ。会社の忘年会が、ああそういうこと。でも3時からだよ。あ、でもちょうどか、来て内緒で。あ、アクポンさんだ。やっほー、来てくれてありがとう。リリーベはもちろん参加するよ。本当に待ってます。12月の16日から、あ、予約始まってるわ。そういえば予約はね、もう始まってるかも。ちょっと後でツイートするね。12月16って次の日ワンマンライブじゃん。行きたい。来て来て来て、遠征してきて。遠征見れた。アクマさん、やっほー。指紋採取セット持って握手会行くか。え、ダメ、あれ作られちゃう。なんだっけ、クローンクローン作られちゃう。あかんで、あかんで、あかんで。クローン作るのには厳しいですよ私。今日から予約開始ね。そうだよね、28日から予約開始だった。後でツイートするね。メンツ豪華なやつ、あ、それは11月の30日。もうみんなちょっと告知がいっぱいだよ。ほんとついてきて。大丈夫、置いてけられてない。リリースイベントは12月の16日で、このメンツ豪華なやつっていうのは昨日発表されたんですけど、11月の30日、来月でね、来月だね1ヶ月後、ちょうど1ヶ月後になんと2大グラビアメーカー大決戦っていう、竹書房さんとアイドルワンさんっていうメーカーがあるんですけど、そのグラビアメーカーのバトルに竹書房軍として出演することになりました。ねえ、どうする、みんな竹書房を背負うよ私。もうしかもメンバーはなんと西永彩菜さん、あとは葉崎あゆちゃんっていう、あのハイレグクイーンですね、と一緒に出演させていただきます。いやー、ちょっと緊張するよ、どうしよう。11月30日は行こうと思う。もうほんと応援しに来てください。新宿ロフトワンさんだっけな、っていうところでやります。あれは別か、そう、あれはね、また別。竹書房の看板を背負う三つ葉優は、そうですよ、ちょっと重すぎる私には。いやでもほんと嬉しいよね、竹書房さん、あの竹書房さんの軍ですよ。なぬあゆあちゃんすごすぎる。いや本当にちょっとびっくりしちゃった私も、お話いただいた時に。その二人とチームってのがまたすごい。いや本当にそう、他にもね、アイドルワンさんの方のメンバーさんもめちゃくちゃ豪華な方ばかりなので、もう頑張ってね、爪痕残せるようにちょっと頑張りますあ、そう、殴り合いするって言ってたやつ、拳で戦いませんって言ってたやつ、そうです。あ、ジボさんだ、にゃっほー、イベント楽しみ。え、来てくれるの、京平さんも。本当三つ葉さんはおへそクイーン。いや、ちょっとおへそアピールとね、頑張ります。新人ですが頑張ってね、爪痕残せるように頑張るので、よかったら、よかったら応援しに来てほしいなって思う。いやー、それのチケットは11月の1日発売、正午です。お楽しみに。みんなお願いね、本当。ちょっとみんながいないと頑張れないかも、このイベントだから頑張ろう。竹書房って一流じゃん。いや本当ですよ、もう竹書房さんからファースト DVD 出せたっていうだけでさ、本当にすごいことなのに、みたいな、いいんですかっていう感じで。今回もね、学園長がキャプテンとして出てくれるみたいで、学園長はリリーベ来てくれた方はわかると思うんだけど、リリーベで MC をしてくれてた方ですね、あれが学園長です。竹書房の学園長、みんな楽しみにしててくださいね。竹書房軍の方が体的には弱そう。え、どういうこと病弱、そんな病弱じゃなくない、でもみんな楽しみ楽しみね、楽しみ、ほんと楽しみだけど、ちょっと緊張。
後藤まつりちゃん陰ながら応援してました。 MC の方ですね。そう、 MC はまつりさんと、あとはねシャバダバ富士さんです。シャバダバさんいじってこい、 いじれない、いじれない、私なんかがMC が富士さんだし、やりやすそうね。もうほんとミスフラでさんざんお世話にならせていただいて、もう可愛がっていただいたので富士さんには。なのでね、今回も会えるのすごく楽しみです。近代麻雀にグラビア出してもらうね。近代麻雀出たい、来年こそは出てるように頑張るね。学園長コールしなきゃ、もう学園長いっぱい呼んであげてください。大丈夫かな、今隣でお姉ちゃんが家事をしています。お料理してる、お鍋出してんのかな。いやー、ほんと緊張する。でもちょっと待って、目がかゆいちょっと目がかゆいよ。よし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 、オッケー、そんな感じです。いやでも告知が多くてちょっとみんなついてこれないよね。ちょっとね頑張ってついてきてね、私も頑張るから。うん、タイガだ、ヤッホー、来てくれてありがとう。あ、すごい、あれなんだね、インスタは誰が見てくれてるか分かるんだ。ほう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 、ありがたい。クリーム撮影会予定あれば行きたいなと思ってます。え、本当ですか。そうだ、クリーム撮影会もあるんですよ。そう、なんとクリーム撮影会さんに11月の18日に出演させていただきます。いやー嬉しい。え、なんか年内ラストとかって書いてあったかな。西永さんがあれみたいです、キャスティングしてくれたみたいで、その中にね私が入ってるのがもう本当に嬉しい。でもね、その後ライブなのでちょっとね私だけ早めに切り上げかなっていう感じなんですけど、もしよかったら11月18日は一緒に撮影会に来てもらって、でその後一緒にライブに行ってっていう感じで、私尽くしの一日にしてくれたら嬉しいです。もうクリームさんなんでね、西永さんにいただいた水着を着ようかなと思っておりますいやー本当に楽しみ。近代麻雀水着祭来年は参加かな。ね、参加したいね。そう、 SPJ はプール撮影会がね年に1回までって決まってるの。1回か2回焼けちゃうからで今年はねミスフラいっぱい出させてもらったので、他のプール撮影会さんはちょっとバツって感じだったんだけど、だから来年は出たいな。インスタライブは反転できる。あ、そうなの、みんなからどう見られてるんだこれ。竹書房群の方が華奢な女の子って感じ。あ、確かに確かに、二人ともめちゃめちゃ華奢だもんね。少女って感じだもんね。確かに私も少女になれるかな大丈夫かな。ハロウィンチェキ可愛すぎた、届いた、よかった、嬉しい。宝物にしてね。もうハロウィンのみならずクリスマスもね出す予定なので、みんなチェキのツイートはチェックしててくださいね。初めてインスタ見ます。あ、本当に嬉しい。いっぱい見ていっぱい見て。ゆあちゃんお忙しだね。いやいやいや、みんなのおかげです。もっと頑張るね。18日19日出勤なのよ。え、そうなの、18会えないの、嘘。教授も寂しいねそれ。一部二部だけかな、確かそうだった気がする。でもまだねその情報出てないから、私もね何部までいるかどうかねよく分かってないな。だから続報を待たれようという感じで、ちょっとだけ待ってて。椿の優子さん陰ながら応援してまして、あ、姫もつオーケストラの今日すれ違いました楽屋で、可愛かった。ライブ水着で出ちゃダメよ。出ませんって、大丈夫大丈夫Gスタのサイトにそう書いてあった。あ、本当にもう出てる、じゃあ2部までだ。え、なんで私に連絡来てないんだろうあれ、西永さん13年前に撮影した。いや、13年前に撮影したっていう言葉がすごい。13年活動続けられてるっていうのがすごい。しかもその時に出会えたアクポンさんが羨ましすぎる。どう見られてるって、可愛く見れてるよ。ほんとこれ加工ついてる、あ、ついてないわ。ちょっと恥ずかしいね。
いろんなイベントに引っ張りだこの人気者よね。いやまだまだ本当にまだまだだから頑張るから、みんなもついてきて、みんなの応援がないとこれ以上いけないから、もっと頑張りたい。少女、え、少女だよ、だって現役 JK だもん。19日の夜のライブは間に合う、あ、夜は間に合うんだ、じゃあ待ってるねライブで。あ、ここの絵さんだ、来てくれてありがとう。11月のあ、もう告知いっぱいだね。11月の19日はワンマンライブですよ、なのでみんな開けといてね。無加工でいける、本当にいけてる、加工ないからいつものゆあちゃんだ、本当草、え、なんで草加工ついてないけどいつもと分け目が逆、あー、そういうこと、すごい、それこっちでさ反転できるかどうかっていじれんのかな、でもよくわかんないよ。かわいいだって、ありがとう、キセさん恥ずかしい恥ずかしいよ、ちょっと待って、あ、オッケー、フリー BGM だった。インライ、え、インライって言うんだ、インスタライブのこと、インライね、ちょっと私もインライって作ろう、インライって使おう、インライ、ちょっとできる女みたいじゃん、インライしますって謎ポーズ、え、謎ポーズだった今、何のポーズしてた私無加工の方が可愛い、本当に、本当、本当、よいしょ、かわいいね、ありがとう、サッカーさん、キュン、嬉しい改めて言われるとやっぱ嬉しいもの、めっちゃ嬉しい。あ、待って、ソーリー、むせちゃった、むれちゃった、あ、むれちゃったじゃない、むせちゃった、むせちゃった。24インチのディスプレイフルスクリーンで見てるから、まあ顔が近い。みんな何で見てる？めっちゃ近いので見てる？みんなも。え、どう？近い？じー、目がでかい。目がでかい。でももうライブ2本してるからお化粧落ちてるよ。もうボロボロ。見てみんな。悪口言ったでしょ、言ってないよ、言ってないよ、ごほ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 、ジョーカーさんごほごほ言ってない思いつかなかった悪口近すぎ、え、なんでよ、顔がはみ出た。スマホで見てる？ドキドキして倒れそう、ダメだよ倒れちゃう、元気、元気でいて、元気で、元気。ちなみにポコちゃんはチャンネル登録してるの？チャンネル登録って何？ポコちゃんってなんかあるの？チャンネル登録とか。私ポコちゃん全然わかんないの。近い。近い方がいい？でもさ、なんか動画とかさ、後々見返すとさ、やっぱ近いとさ、ちょっとドキッてするよね。あ、有馬さんだ。やっほー、有馬さん。こんばんは。髪の毛のキューティクルまで見えるわ。どう？ツヤツヤでしょ？髪の毛今日も。いい感じ。まつげまで見える？みんな。私のまつげまで愛して。あ、ここにほくろがあるのがバレそう。こんばんは、有馬さん、こんばんは。生でもこんな近くで見ないな。もうこの距離ないよね、なかなか。私もメンバーくらい、この距離で喋るの。あ、待って。ソーリー、むせちゃった。配信者登録いるんじゃない？あ、でもなんかね、アカウント作って数日間はなんか初心者マークが出るんだって。だからその日にアカウント作ろうかなって思ってるんだけど、どう？早めに作った方がいいかな。アップ照れる照れるって言われるとこっちが照れるから、みんなは照れないで、本当にみんなが照れると私も照れちゃう
え、そう、ごほんごほんしちゃうの。なんか喘息がずっとダメでさ、やっぱりコロナになってからずっと後遺症で残っててちょっと辛い。今日もね、ライブの時ね、なんか途中すごい苦しくてむせちゃって、わあ死んじゃうって思ってた。たまたまポコちゃん行ったらメンバーと遭遇して話した。え、そうなの。リリちゃんかな、ポコちゃんだったら。リリちゃん配信上手だよね。純白草は誰が考えたんですか。純白草セカンド DVD はスパイスビジュアルさんというところから出てるんですけど、多分スパイスさんのお偉いさんが決めてくれました。そうなんですよ、私はね決めてない。どういう意味で決めたのかちょっと聞いてみようかな。え、配信するのにレベル制限なかったっけ。嘘、本当。ポコちゃんはももちゃんのを見てるけど PC で見れない。あ、そうなの。ポコちゃんってパソコンで見れないんだ。西尾さんは咳が残ってるね。みんなお大事にね。ちょっとこの時期ね、季節のなんだ、移し変わり、季節のなんでしょう、季節の切り替わり、季節の入れ替わり、季節の変わり目、あ、季節の変わり目、季節の変わり目で体調崩してる子いっぱいいるから、みんなも気をつけて体調管理してね、ちゃんと。なんか動物の森みたいな BGM 流れてる。もっともっとシャランシャラン系にしよう。シャランシャラン系。あ、確かにファミリー作るのはレベル必要。忘れちゃったけど何レベルか。そういえば今日ね、今日はねお姉ちゃんが作ってくれたのご飯。急にご飯食べ始める。美味しかった。ね、お姉ちゃんや、お姉ちゃんお菓子作るのも上手だけど、やっぱご飯作るのも上手なんだよね。美味しい。私もたまに咳が出ちゃう。なかなか治らないね。わかる。喉なんか急にイガイガするよね。ミツバチの森。え、何にしようか、ファミリーの名前。ミツバチ、ミツバチの巣、ミツバチの巣とかは大丈夫。俺は錬金100日超えてるけどめっちゃ元気。ねえ、やばいよそれ。100日はやばい。休んで。あ、そう、私はね、昨日まで3日間実家に帰って休んでました。なんか久しぶりに何も考えずにちょっと休んじゃった。ごめんね。だから SNS ちょっと少なかった、ごめんね。でも今回はね、あれなの、なんかおばあちゃんと一緒に過ごすために帰った。いきなり食い始めたぞ。え、ごめん。なんか食べたくなっちゃった。ゆうちゃんの配信見始めた頃よく飯食ってたな。いや、待って待って待って。まあまあ確かに合ってるかも、間違ってないかも。ユートピアやろ。ユートピアいいよね。ミツバチユートピア、ミツバ養蜂場、ミツバ養蜂場いいね。もぐもぐタイム、ちょ、もぐもぐタイムしながらでもいい？大丈夫、気を抜けるところで抜いてるから。え、ほんと気をつけてね。3日間ほぼ何もツイートしなかったもんね。え、そう、朝だけもうアラームかけて起きてツイートして、でも1日だけね、1日だけ、あの朝起きてたのにツイートするの忘れちゃったの。ママと話してたら1時間経ってて、あーガビーンと思って8時頃ツイートした。ファミリー大事。うん、ごめんね。私は自分よりね、何より家族が一番だから、だからソーリー。それはアップになると可愛さがよくわかるね。本当？アップの方が可愛い。顔伸びたりしてない？そう。だからでもね、また近いうちに帰ろうかなと思って、再来週とか。やっぱね、時間は有限ですからね。会える時に会っておかないと、いついなくなっちゃうかわかんないから。
と思って、やっぱね会いたいんだよね今は家族に。ガビーン、え、ガビーンって言うでしょ、ガビーンって、ガビーン。ほんと実家定期的に帰らんと偉いね。そう、木更津だからさ、帰れる距離だから帰ろうと思って。でも今回の3日間は結構ツイートなかったけど、ちょっと次帰った時はもうちょっとツイートするし、もうちょっと配信するね。今回は本当にね、おばあちゃんとの時間作るために帰ったから決めてたんだ、最初から配信するのやめようって。嬉しい。え、ガビーンは年齢詐称疑惑が出る。嘘、どういうこと？昔の言葉ってこと？ガビーン、え、ガビーンって言わない？嘘、22歳なんだけどな、一応本当に。お疲れ様っす、シンジさん、やっほー。シンジさんだ、嬉しい、来てくれて。なんかミスフラ終わってもみんながこうやって配信遊びに来てくれるの嬉しいわ、やっぱりとっても嬉しい。あ、待って、あと15分で終わりなの？早っ、どうしよう。早いね。古い、え、そんなに古い？嘘、ガビーン、くー、一応22歳、え、22歳だよ。ガビーンは主に40代以上。ガチョーンなら同世代。ガチョーンって聞いたことないな。ガチョーン。ガチョーン。久しぶりに配信で可愛いわちゃん見れてよかった。ね！寂しかったよね、数日間。ごめんね。来てくれてありがとう、みんなも。明日も配信するね。多分インスタだと思う。TikTok 使えないから。インスタかな？時間はね、まだ決めてないけど、ライブ後にちょっと配信する感じだから、多分同じくらいの時間になるかな。って思います。え、親父ギャグなの？ガビーンって。え、じゃあガーンにしようかな。ガーン、今週会えてないから寂しい。明日会えないの？ババさん、明日のライブは渋谷、渋谷、五反田、違う、逆逆逆、五反田、五反田、渋谷の3本であるんだけど、五反田のライブはちょっと私は別の小札のお仕事で会えないので、みんな来てくれる方は渋谷に来てください。渋谷県未来会館、5時55分くらい、6時くらいからライブだった気がします。おつゆあであるね、あと10分くらいだね。インスタの方がいい？本当？インスタの方が見やすいね。明日のね、渋谷のライブは特典会が別会場なの。別会場のフラッシュっていう建物になるから、みんなそこだけ気をつけてね。渋谷県未来会館で待っててもチェキ取れないから、特典会場は別のところなので、ちょっと歩くんだけど、近くだからみんな歩いてきて、お願いします。渋谷は駅前帰省中らしい。え、なんで？そうなの？明日大丈夫かな？嘘？どうしよう。なんで？工事とか？ハロウィン、あーあー、ハロウィン対策、ハロウィンで、あんにゃ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 ん。なんかスマホの調子悪し、嘘？大丈夫？見える？ハロウィンか。渋谷ハロウィンってやつですね。確かに数日前から渋谷はハロウィン会場じゃありませんっていうポスターみたいなのがね、貼ってあったよ、いっぱい。渋谷に。ハロウィンで帰省中。そっか。え？明日もダメなの？明日のお昼渋谷に行くのだが、混んでるかな？
ハロウィンの騒ぎに巻き込まれないようにね。え、ねえ、嘘ね、怖い、ちょっと待って、本当にそんなになんかひどい？ハチ公のところ囲いができてる。近未来会館の方大丈夫かな？え、わかんない。大丈夫かな？みんな一緒帰ろう？ちょっと怖いかも、一人で帰るの。ハチ公を見ることできない。えぇー、そうなの？じゃあ、あの辺がもう全部規制なんだ。撮影会の場所はやばい。あ、え、お昼間もダメなの？嘘でしょ？リズさん来てくれてありがとう。待ち合わせにハチ公使えません。危ないじゃん。え、大丈夫かな明日。え、ちょっと来る人みんな気をつけてきて。まあお昼間だから大丈夫。え、わかんない。渋谷ってそんなにやばいの？ハロウィンの日って。路上飲みしないように。しないよ。大丈夫。でもみんな気をつけてきてね。ちょっとなんか人が多いかもしれないから、いつもより。気をつけてきてください。昼間は普通。あ、本当？よかった。でもあれだね、ライブ終わりちょっと心配かも。だからみんなで一緒に帰りましょう明日は。うん、心配。普通に心配です。そっかそっか、ハロウィン、そうだね、確かにハロウィンだね。人混みはすごいよね。ね、人混みちょっと怖いね。あんまり得意じゃないからさ、人混みって。そっかそっか、渋谷ハロウィンとか行ったことないですね。 TikTok で渋谷スクランブルの定点カメラのライブ、あ、見たことあるかも。見てみよう後で。月末のハロウィン当日までだけ帰省するんだよ。もう本気だね。今までそんなことしてたっけ。人が多いのに便乗して触る人もいるから気をつけて。うわ、ちょっと苦手かもそういうの。気をつける。明日は、じゃあもう、露出しないお洋服で行く。でも見て、最近ね、最近ね、パンツスタイルにしてるの私。じゃーん、見て。どう？もう、なんか、めっちゃ普通でしょ？普通の格好。スカートね、履いてたんだけど、最近ね、スカートのね、サイズ合わないの。ちっちゃいサイズがなくて。だからね、ちょっとね、ズボン履いてるの最近は。だから大丈夫なはず。近未来からなら表参道駅まで行った方が健康的に帰れそう。わあ、表参道まで。でも表参道まで歩くのもちょっと緊張する。表参道っておしゃれな街だよね。でも確かにいないか、ハロウィンの人は。得意な人はおらんやろ。確かに。確かに。いないか。え、でも、苦手めっちゃ。でも私、痴漢とか会ったことないの。電車でペタって触られたりとかしたことない、一回も人生で。だから、実際会ったらちょっと怖いかも。どうなっちゃうんだろう、私。ちゃんと助けてって言えるかな。え、みんな助けてって言ったら助けに来てね。コロナ明けでコスプレしてくる人が増えるから今年は対策が厳重。ああ、確かに。そっか、去年まではねコロナだったもんね。明日初のあと7分だ、早っ。表参道とか代官山とかジンマシン出るとか言ってる。でもおしゃれな街だから緊張するよね。わかるよその気持ち。坂地さんも触られたことあるんだ。でもみんな気をつけよう、対策しよう、本当に。ただ対策できないか。でもね、ちゃんと助けてって言うんだよ、みんなも怖い目にあったら。助けに行くわ、大分から。え、ほんと1秒で助けに来てね、ちゃんと。あれだよ、あの、どこでもドアで来てね。飛行機でも遅いからね。大分から強い。絶対だよ、約束だからね、言ったからね。重いからね、私は。重いからね。約束だよ、信じてる。あと6分だよ、早い。1時間
早いね、あっという間だね。ちょっと中盤ね、いっぱい告知しちゃったけど、たくさんイベントあるから楽しみにしててください。あとはね、まあ、まずは明日のライブね、楽しみましょう。明日のライブと考察、6時間はかかる。え、遅い。ちょっとワイも触られたことあるかも。やっぱみんなあるんだ、男女関係ないよねこういうのって。トレーニングがてら重いアイドル背負って駅まで行くか。え、送ってくれるってこと？え、待って、重いってどういうこと？え、重くないよ。でもみんな私さ、どのくらいさ、あれなんだろう、持ち上げられるんだろう、おんぶとか抱っことか余裕かな。私50キロないくらい。みんな50キロないくらい抱っこできる？おんぶできる？お姫様抱っこできる？こさつまた外れた。あら、悲しい。来月もやるね。お疲れラビリンス、また明日。あ、え、なに、あ、思いが重い。あ、そういうことか。重いよ、重いよ、愛が重いよ。一途余裕やで。ほんと富田さん細いからな、心配ね。そう、こさつね、ミスフラ終わったから月に2回くらいはねやりたいなって思ってる。もう全然取れてない方いっぱいいるよね、だから楽しみにしててね。おんぶはできる、抱っこは無理。え、なんで、なんで投げれる、投げれる、ちょっと待って、投げないで、大事にしてほしい。投げないで、こうピョンって。知らんけど、知らんのかい。60キロまでの荷物持ってるか大丈夫。え、すごいね、すごいすごいすごい。じゃあ余裕だ、50キロなら。小札の枠を増やそう。え、そうなの、増やしたいんだけどね。でもね、やっぱライブがあるからちょっと厳しくて、3枠しかできないの。だから日にちを増やすね、3部をいっぱいできるように頑張ります。でもやっぱね、大体2本だからライブちょっとできない日が多いんだけど、いっぱいできるように調整するので、みんなツイッターでツイートされるの待っててください。あとファンクラブに入ると撮れます。でも今回も3部見たんだけど、どっちも VIP さんだった。ファンクラブ VIP、 ファンクラブ VIP、 あと1枠が多分9時ジャストに送った人だったかな。わーおって感じでしょ。みんなありがとね。あ、シュエイさんだ、やっほー。でもね、そろそろ終わりなの。来てくれてありがとう。ということで、あと3分、みんな配信来てくれてありがとうございました。そう、明日ライブ終わりって言ったけど、ライブの合間にもしかしたらできるかも、配信ちょっと時間あるから、考察終わってから。だから待ってて、せめて大阪来てほしい。大阪年内約束、年内行きたい。でも私が行きたいだけで先方から断られちゃったらごめんね。でも行きたい、大阪行きたい、約束。大丈夫ですよ、ごめんね。シュウさん、ありがとう、来てくれて。そんな感じでみんな来てくれてありがとうございました。ではでは、おつみつばみんなお疲れ様。今日ライブ来てくれた人もね、みんなありがとうございました。明日はこさつとね、ライブよろしくお願いします。平日夜とかもね、幸せ、オッケー、いっぱいこさつします。年内、ま、年内行きたい。11月は無理かも、12月に行きたいなってずっと言ってる私だから、行きたいって言っとくね。配信楽しかったよ、ありがとう、来てくれて。さかつさん、一日お疲れ様。教授もお疲れ様、来てくれてありがとう。明日もよろしくね。おやすみ、あくぽんさん、おやすみなさい。お疲れラビリンス、お疲れラビリンス。お疲れ様、楽しかったです。キセさん、ありがとう、また来てね。みんなありがとう。あ、イケメンさん、ごめん、終わりなの、もうまた来て、また来て、ごめんね、また来て、ゆっくり寝るんだよ。サッカーさん、おつみつば、ありがとう、おやすみなさい。親みつば、親みつば、ありがとう、また来てね。ではおしまいです。じゃあね、みんなゆっくり寝るんだよ。日曜日楽しんでね。バイバーイ。のりさん、お疲れ様、ありがとう。バーイ。